入場行進をしている生徒たち。投稿者が小学生の頃に撮影された運動会の映像である。しかし撮影当時は誰も気がつかなかった異変に後になって気がついたのだそうである。本日お越しの保護者の方並びに、おじいちゃんおばあちゃん近所の方に連絡をしたいと思います。保護者席が大変狭くなっておりますので、誘い合わせてできるだけ詰めてお座りいただきたいと思います。ご確認いただけたであろうか。画面左側、綱引きの綱の部分をよくご覧いただきたい。必死に綱を引いている生徒たちの中に紛れて、気味の悪い霊の手が映り込んでしまっているのである。生徒たちと一緒になって綱引きをしているような奇怪な手は、おそらく生き霊のものである。楽しみにしていた運動会に何らかの理由で参加できなかった生徒が、こうして幽体離脱して綱引きしていたのかもしれない。こういった現象は学校行事などで見られることがある。これかぼちゃ、これはおばあちゃんの誕生日会の様子を収めた映像である。長寿のお祝いを親族一同で楽しげに行われている様子が映し出されているのだが、この映像に恐ろしい何かが映り込んでおり、投稿者は不気味に思い投稿してきたのだという。
鑑定士によると今まで見たことがない特殊なケースの映像であるということで、今現在でも鑑定結果が出ていない。まずはその問題の一部始終の映像を見ていただこう。ありがとうございます。これはすごいいい牛肉です。よろしくもういいよ、今度おばあちゃん。何がないんだおばあちゃん、チンカとお箸がいないな。ね、神様ってよくしたもんだね。二人がいないな。おばあちゃん、あ、ほら泣いたから分かってる、分かる分かる。リーコの前の旦那さん今もだって分かったね。素晴らしいね。ナナも入るでしょ。ね、ね、おばあちゃんすごいね。ね、もう頭も短くなっちゃったさっきのなんかちょっと何だったのか。え、これちょっと借りていい？何これ？なんかこれ。その下はどうかな？ごめんなさい。あ、ちょっとここ。はいはいはい。なんかネカチューブがないね。あ、ちょっと戻したよね。これネカチューブこれじゃないの？これ下だよ。反射しちゃうから勝手に。そうだね。違うの、もう一つあったんだよ。じゃあ頭にかぶせない。あれ？あ、ネカチューブ。はい。はいはいはい。浜さん、88。おめでとう。おめでとう。よかったね。美しいね。これゆかちゃんにもらったの、靴下ね。よかったね。これ、そうそうそう、それ、ちょっとおじさん。もう。ね。はい。はい、ナナも、おめでとう、おめでとう。はい、ナナもおめでとう。はい、ナナ、おばあちゃんちゅうわ。おばあちゃんちゅうわ。おばあちゃん、口のとこ汚れてる。誰か雑巾じゃなくて、雑巾ありがとう。元気で。じゃあ、そこへ座らせるよ。はい。OK。あともうなくなっちゃった。一本につけて回せ。電気はどうすんの？ほら、ハッピーバースデー。ほら、見てもらった。電気。暗いよ。はい、はい。じゃあ、リーコはめ出して歌って。はい、はい。じゃあ、みんなで歌う？みんな。はい。To you, happy birthday to you.Happy birthday, dear Tatan. Happy birthday, Tatan. Yeah, おめでとう。おめでとう。じゃあ吉川さん一気に吹いてください。ここから吹く。お分かりいただけただろうか。誕生日ソングを歌った後、突然カメラは砂嵐になる。そしてその砂嵐の中に巨大なおぞましい目のようなものが、この世のものとは思えない速さでまばたきをしながらこちらを見ているのがはっきりと見て取ることができる。やはりあの世からの訪問者とでも言うのだろうか。目を凝らしてもう一度よく見ていただきたい。じゃあ吉川さん一気に見てください。ここからふわっ。その後、投稿者の身の回りに特に災いなどは起きていないとのことだが、
投稿者によると一時期おばあちゃんが不思議がった様子でとある一点を凝視していることが多々あったという。まさかあの巨大な目のようなものがおばあちゃんを見つめていたとでも言うのだろうか。